死者1300人、戦闘続く最悪の虐殺、音楽祭襲撃、ハマス拠点空爆一夜で500カ所、イスラエル、カイロジジ。 パレスチナ自治区ガザを実行支配するイスラム組織ハマスとイスラエルとの大規模な戦闘による双方の死者は9日、計約1300人となったイスラエル軍は越境してきたハマス戦闘員の総統作戦を行うとともに8日夜から9日朝にかけてガザの約500か所を空爆した多くのイスラエル人や外国人を拉致したハマスはイスラエルの空爆で人質が死亡したと主張 断続的にロケット弾をイスラエルに向けて放っており、衝突が収まる気配はない。イスラエルのメディアによるとイスラエル側では少なくとも800人が死亡、約2500人が負傷した。一方、パレスチナ保健省はガザで493人が死亡し、約2700人が負傷したと発表した。ハマスや戦闘に加わった武装組織イスラム聖戦は8日、イスラエルから計130人以上をガザに連行したと発表した。 ガザ東方約5キロにあるイスラエル南部の集落近くで開かれていた野外音楽祭の会場では、250人以上の遺体が収容された、イスラエル側の被害が拡大した背景には、ハマス戦闘員がこうしたイベントや集落を襲ったことがある、イスラエル軍報道官は8日、ハマスの攻撃について、民間人に対するイスラエル史上最悪の虐殺だと非難、どこにいてもハマスのテロリストを狙うと表明した。 軍は9日、ハマス戦闘員が侵入したガザ近くの全ての集落を掌握したと発表した。しかし、まだテロリストはエリア内にいる可能性があると言い,い、作戦を続行するとみられる。イスラエル軍によれば、軍はハマスの関連施設が入る建物などに空爆を加えた。パレスチナ通信は多くの家屋が爆撃され、民間人に犠牲が出ていると報じた。 国連人道問題調整事務所 OCHA は12万人以上が住居を割れ避難していると発表した。米紙ウォールストリートジャーナル電子版はエジプト当局者の話として、イスラエルがエジプトに人質解放の仲介を依頼したと報道。ただイスラエル当局者は地元メディアにいかなる交渉も行っていないと否定した。パレスチナ自治区ガザ拠点のイスラム組織ハマスとイスラエルの衝突。 イスラエルと連帯を組むアメリカが軍事支援を表明、さらに原子力空母の地中海派遣を決定、世界各国のイスラム主義組織やイスラム過激派による報復攻撃連鎖の懸念、イスラム諸国の中でもサウジアラビアなどイスラエルとの国交を回復させた国々に対する同じイスラム教国による衝突が拡大する可能性、 特にイスラエルを敵視するイランを主軸としたイスラム教シーア派諸国、武装組織の連帯を注視。パレスチナをめぐるイスラエル、アラブとの戦いの根源は古くローマ時代まで遡るであろうが、いっそややこしくしたのは第一次大戦中のイギリスの三枚舌外交である。当のイギリスは責任の追及をされたが、うまく逃げ延びた。 後に残されたイスラエルと旧パレスチナアラブ民族は必然的に自分の主張を通すために戦うしかないでしょう。ロシア・中国の領土拡大のための戦争なんか問題にならないぐらいややこしく危険な難しい問題でしょう。イスラエル攻撃立案に関与か。イラン西部隊ハマスと会合。8月以降2週間をきに報道。ワシントン知事。 米紙ウォール・ストリート・ジャーナル電子版は8日、パレスチナのイスラム組織ハマスの幹部らの話として、イランがハマスによるイスラエル攻撃計画の立案を支援していたと報じた。レバノンの首都ベイルートで2日に開かれた会合では攻撃実施を承認したという。イスラエル国内の政治的混乱の隙をつくとともに、アメリカが仲介するイスラエルとサウジアラビアの関係正常化を妨害するのが狙いだったとされる。 ただ、イスラエル側はイランの関与が明らかになれば、体制指導者らを攻撃すると表明しており、大規模な地域紛争に発展する恐れもある。同幹部らによると、イランの精鋭・革命防衛隊で対外工作を担うコッズ部隊の幹部は8月以降、ハマスやレバノンのイスラム教シーア派組織、ヒズボラなど、イランが支援する4つの武装勢力の代表らとレバノンで会合。 少なくとも2週間に1度のペースで会い、陸海空からイスラエルに侵入する計画の詳細を詰めていた。イランのアブドラヒアン外相も2回は会合に出席していた。同氏はヒズボラ幹部や欧州当局の関係者、シリア政府顧問からも同様の情報を得たとしている。イスラエルの課題はハマスの殲滅戦を行う際に100人を超える人質をどうするか。 陸上部隊を侵攻させた場合には、ヘズボンラーが介入するという情報が気にかかります。イランが裏で糸を引いているという報道がしきりですが、おそらくこれはアメリカにイランを攻撃させたい筋からの情報でしょう。イラン、ハマス、ヘズボンラーが定期的に会合してイスラエルの情報機関が気がつかないとは考えにくい、現段階ではヘズボンラーもイランも介入したいと思っていないと判断しています。 その証拠に発言は威勢がいいのですが、実際にはお付き合い程度のイスラエル軍への攻撃しか、ヘスボッラーはしていません。もちろんアメリカも来年の大統領選挙までは何事も起こらないのを望んでいたし、戦争の拡大は望んでいないでしょう。ハマス、電撃作戦の背景、イスラエルのガザ侵攻は不可避、パレスチナ自治区ガザを実行支配するイスラム組織ハマスが10月7日、電撃的なイスラエル攻撃を敢行。 市民ら約700人が死亡したイスラエル軍も空爆などで猛反撃ガザ侵攻が切迫する全面戦争の情勢にユダヤ人にこれほどの犠牲が出るのは1973年の第4次中東戦争以来と見られるなぜ今ハマスが攻撃に踏み切ったのかその背景と今後の展開を占ったアルアクサの洪水対鉄の剣ハマスの攻撃は完全にイスラエルの意表をついた 現地からの情報を総合するとハマスとガザの過激派イスラム聖戦はイスラエルに向けたロケット弾攻撃に加え陸海空からという大作戦を展開したハマスは作戦名をアルアクサの洪水と銘打ったアルアクサとはエルサレムの聖地神殿の丘イスラム名ハラム・アッシャリーフにあるモスクのことだ ハマスの軍事部門カッサム旅団はブルドーザーでイスラエルがガザとの境界に建設したレーダー付きフェンスを破壊し戦闘員をイスラエル側に送り込んだ地中海からポートで侵入したりパラグライダーで空から攻撃に参加したりした戦闘員もいた侵入した戦闘員は300人にも上り20箇所以上の村や基地を襲撃した発射されたロケット弾は3000発以上に及んだ イスラエル領内での戦闘はまだ続いており、射殺された住民の遺体が放置されている。一部では戦闘員が住民を人質にとって立てこもっているという。約150人のユダヤ人市民や兵士らが捕虜としてガザ地区に連行された。カッサム旅団のモハメド・デイフ隊長は、 攻撃がアルアクサ、モスクや自治区ヨルダン川西岸でのイスラエルの暴力に対する報復であることを明らかにした。イスラエル軍は住民退避に全力を挙げ反撃に転じた。ネタニヤフ首相は戦争状態だ。報復してハマスを無力化すると宣言、予備役を招集した。イスラエル軍は作戦を鉄の剣と名付けガザ地区を猛爆撃している。 パレスチナ側の死者も500人を超えた。部の専門家はこの日がエジプトとシリアによる電撃作戦で始まった第4次中東戦争開戦の50周年と同じ時期にあたることを指摘しハマスが記念すべき日を攻撃日に選んだとしているイスラエルにとって今回の事態は同戦争以降最大の危機だ アメリカメディアはイスラエルの起きた衝撃をアメリカの9.11の状況と同じと伝えたネタニヤフ首相はバイデン米大統領と緊急会談大統領はハマスを非難しイスラエル支持を表明した複数のアメリカ人が死亡したとの情報もあるイスラエルはこの日ユダヤ教の安息日にあたる土曜日だったこともあり油断していた ハマスがイスラエル国内が小改革で真っ二つに分裂している隙をついたのではないかと指摘する向きもあるなぜ攻撃を探知できなかったのかイスラエルは中東一の軍事大国でありモサドなど優れた情報組織があることで知られる対パレスチナ安全保障の柱はハマスをガザに封じ込めることである ガザは東京都23区の面積の6割程度しかないここに220万人のパレスチナ人が居住しているがイスラエルのガザ封じ込めにより天井なき巨大な監獄と言われてきたイスラエルのハマス対策はガザに張り巡らしたスパイ網によるところが大きいイスラエルのために働いてきたというパレスチナ人がハマスに捕らえられスパイとして処刑されることもあるが今回はスパイ網が機能しなかった ニューヨーク・タイムズによると、情報組織がここ数ヶ月、攻撃の可能性を警告していたが、具体的な内容ではなかったという。